お願いします。はい。はい、うん、まずね、あの、はい、僕、この、これが僕のノートです。はい。あなたのノートと比べて、まずどうなんですか、はい、はい。あの、量が違いますね。量だけですか。でも、丁寧に詳しく、うん、そのした通りに。ですよね。うん、してあると思います。書いてあると思います。こうしてくださいって言いましたよね。あなたに。いや、その通りに記録してくださいって言いましたよね。はいはいはい、あの、さっきなんか、パラ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 してるノートを見たら、うんうん、なんかその通りしてるようには全く見えなかったんで、はい、まず、2022年6月19日日曜日、マーメイドステークス G3、3歳以上牝馬、ハンデ、2000、芝、右って書いてあります。はい、まず最初の結論から言います。はい、ハンデ戦に関しては、うん、投資家だったら買わないレースになります。はい、わかりますね、はい。うん。これは他の人のを聞いて、うん、ね、僕は、それ、でもあれは、当日の朝に流れてきてたんで、はい、前日はそれを聞いてないんで、はい、あなたはちゃんとしたはずなんですけど、はい、ね。じゃあまずここに、うん、ね、まず型の一番として、うん、G1、G2 だったら1番人気から4番人気に絞りますよね。はい、そしたら、このマーメイドステークス G3 っていうのは過去10年で何番人気が1着になったんだろうというふうに書いてますよね、僕は。はい、そして、その横に騎手も書いてますよね。うんうんうん、そしてここに1番人気から4番人気は10レース中3レースしかない。ね。うん、これじゃダメじゃないですか。うん、だから、6番人気まで増やせば10レース中4レースしかない。うん、7番人気まで増やせば、はい、で、あの、1番人気から4番人気にまず絞ってくださいっていうのが肩の位置じゃないですか。はい、それを、このレースは調べたら1番人気から7番人気でやっと 10レース中5レースを超えるということです。はい、ということは7番人気まで検討するということなんです。うん、北村さんはあなたが見たときに何番人気だったんですか、うん、北村さんはね、うん、多分8番人気だったはず。はい、ね、あの、検討するときにあなたは肩の位置から使ってないですよね。肩の位置は1番人気から4番人気まで、うん、もしくはね、G3 に関しては10の5を超えるところまで増やしてくださいって、うん、まずそこもまずしてないですよね。あなたはね。だってあなた北村さん選んだっていうことは、8番人気の人を選んでるんだから。そうですね、そうですね。そもそも10人選んだ中に入ってたからです。いや、いや、10人選んだってなんで10人選んだんですかっていうこと、それはあなたの考えですよね、うん、っていうこと。僕の肩を使ってくださいと、肩を使うためにはこういうふうにするんです、うん、10年間一着の人気を書き出して、はい、機種も書き出して、はい、1番人気から4番人気の肩使えるかなって思って数えたら、うん、あら、10レース中3レースしかないわ、うん、6番人気まで増やしたら10レース中4レースまでしかないわ、うん、あら、5いってないわ、うん、あ、6、次7まで、7番人気まで、あ、10レース中7、あ、ここだな、うん、じゃあこのマーメイドステークスに関しては、1番人気から7番人気に絞り込むというのが肩の1番なんだなって、これがまず第一です。まず自分はこの時点でこれを使ってなかったということですね。そして次、ね、1番人気の取り扱いのためには、ね、レース前日の夜中のこれがオッズ表です。1番人気秋山さん 6.9、 2番人気川田さん 8.1、 ずーっといって、うん、一応これ念のためオッズは変わるんで、僕は10番人気まで書いときました、うん、ね、そしてこれ、うん、この横に書いてるのが最終オッズです、うん、だいぶ違いますけど、うん、7番人気までっていう風にしたら、うんうん、8、9、10は一緒でした、はい、ということは、うん、あなたが前日に決めてても、うん、当日に決めてても北村さんが入ったということで、僕はあなたの YouTube ショートを見た時に、うん、あなたは全く肩を使わなかったということはすぐに分かりました。分かりますよね。はい、そうだな、うん、分かりました、はいはい、あなたは肩を使ってないということを分かってください、うん、はい、分かりますよね、はい。で、肩を使うためには僕みたいにこうやって丁寧に書かないとでいけないんだということも知ってください、はい、うん、ここも書かないといけないんですよ、うん、
わかりますよね、うん、だってあなたスマホ見ながら決めてるんじゃないですか、うん、いやそんなことを、あなた本当に経済的自立したい人が、うん、スマホ見ながらながらで、うん、1万円とか10万円とか、あなたお金持ちだからできるかもしれないけどね、ちゃんとやらないとダメですよね、うん、じゃあまずこの時点でまず1番人気の取り扱いは1番人気が 6.9 で、うん、2番人気が 8.1 だから、うん、1番人気の秋山さんは除外しますよね、はい、うん、この時点でね、はい、だから秋山さんは考えない、うん、そしたら2番人気の川田さんから7番人気の高倉さんまで考えるということです。わかりますよね、はい、これが型なんです、はい、うん、そしてこの 1,2,3,4,5,6,7 人、うん、6人をまず今年、うん、僕はまあ念のために10人調べましたけど、うん、今年 G3 を何勝してるか、うん、ね、うん、で2021年の1月から6月まで何勝してるか、うん、まあ、ちなみにもあなたの言った数字はもうめちゃくちゃです。それで1月から6月まで何勝してるかね、ちなみにあなたの言った数字はめちゃくちゃです、うん、っていうことはもうあなたはもうこの型を使ってるけど、うん、もう基本的に基準の数字を間違ってるんで、うん、もう何の意味もない、うん、じゃあ僕は混乱するから G3 をずっと僕はこの横に書いてます、うん、順番に、うん、これが6月までです、マーメイドステークスまでが、うん、そしてダートは×をつけてます、うん、そしていちいちね、スマホで調べるときに、うん、あれこの名前あるけな、うん、ないかなっていちいちちゃんとチェックしながら調べたら、うん、あなたの言った勝利数とは全く違うものだということですね。わかりますよね。書かないとできないです、うん、あなただったらあの川田さんとか藤岡さんとか酒井さんとか高倉さんとかが勝った G3の名前も書いて、うん、そしてこの G3 の名前だけをリストアップしてるのと比較しながらチェックしないとできるわけがないんですよ、うん、あなた自分でやりながら適当にしてるなって思わなかったんですか、うん、ものすごい適当ですよね。ちゃんとやっても人間は間違うんですよ。あなたもちゃんとやるとかやらんとかの以前の問題ですよね。ちゃんとやってください。これが最低限ですから。わかりますね。そうすると、まあ、他の仲間の人は川田さん選んでましたよね。で、あなたが一人だけ北村さん選んだ、うん、あの時点であなたは焦らんとダメです、うん、はい、だってそのことはこのノートに一切書いてなかったですよね、うん、他の3人と競馬ゲームしてる他の3人は川田さんで私だけ北村さんだったのは私が間違ったんでしょうかとか、そういうことも一切書いてないですよね、うん、はい、あなた気にならなかったんですか。気になりました、うん、あの、はい、なんていうかちょっと意味がもうわからないです。わかりますね。で、まあ調べると、まああの人たちが川田さんって書いたのはね、少し難しかったんですね。まあもちろんこれはハンデ戦だから買わないんですけど、一応練習なんで、彼女たちがあの川田さんにしたのは、川田さんがあの10年間、まず今年に関してはね、今年2勝で、あの去年の1月から6月まで川田さん2勝だったんですね、うん、ということはまあ去年との比較をすればここは川田さんはもうそんなに勝つ気ないなって、うん、で、まあ、もちろん僕もチェック間違いがあるかもしれませんけど、僕はこの時点で出てきたのは酒井さんだったんですよ、うん、選んだのは酒井さん、わ、うん、かる、うん、今年と去年の比較は酒井さんが1着候補、うん、そして今年と過去10年の比較が問題でした、はい、川田さんが10年間で僕が集計したら12回勝てるんですね、うん、そして今年が2回だったんですね、うん、多分彼女たちもこれに近い数字を間違いがあったとしても書いてると思うんで、多分これで12回が多いから機械的に
今年2回だっていうふうに選んだんじゃないかなって思うんですよ、うん、でも例えば12回ということは、うん、10年間で、うん、1年間で1回ちょっとですよね、うん、今年2回勝ってればもう、うん、去年12回勝ってても、うん、まあまあ満足してません、うん、はい、でだからここ難しいところなんですよ、うん、去年たあの10年間でたくさん勝ってるから、はい、ね、うん、この人だっていうのではないんですね、うんうん、例えば川田さんが今年 G3 がまだ1勝しか勝ってなかったら、わ、うんうん、かりますよね、はい、川田さん、うん、1着候補ですか、うん、違いますか、1着候補です、うん、2回だったら、違います、うん、はい、ね、はい、あの考えてみたらいいですよね、うん、12回を10で割ると 1. 点いくらですよね、うん、それで今年2勝ってるっていうことはもう平均を超えてますよね、うん、1だったら足りないなって思いますよね、うんうん、たくさん勝ってる人が足りない時に勝つ気があるっていうふうに教えてるんだから、わかりますよね、言ってることはわかる、はい、うん、で川田さん今ちょっとね調べてます、はい、うん、やっぱり今年2回ですね、あの今年2回勝ってる、うん、今年2回勝ってるのか、はい、1回なのかで大きく答えが違ってきますん で、 そうです、ね、一応確認したら2回勝ってるんです、はい、G3 ね、はいはい、2回勝ってるっていうことはこの12ではちょっとね、うん、ちょっともう2回勝ってると満足してるっていう風に僕なら取るんですね、はい、まあ、解釈はいろいろだと思いますけど、うん、僕ならここは川田さんはもうちょっと三角だったんですね、うん、で藤岡さんは5回勝ってるのにゼロだったんですね、うん、そして北村さんも5回勝ってるのにゼロだったんですね、うんうんうん、ただまあこの時点でその藤岡さんなんです、もう、うん、答えは。そして過去10年のマーメイドステークスでも藤岡さん2回勝ってるんですね。はい、うん、ということはこっちで酒井さん、こっちで藤岡さん、うん、こっちで藤岡さん、うん、だったら藤岡さんが答え、はい、うん、分かりますよね、はい、だから僕はうん、他の生徒さんも川田さんって書いてましたけど、うん、ここではこっちでは去年と比べた時には酒井さんが出てきたはずなのに、うん、ここだけ川田さんと勘違いしてもおかしくはない、でもここで藤岡さんだったはずなのに、うん、どうして全員が川田さんって書いたのか、うん、まあ僕はその時点で、うん、この方の解釈の間違いというよりは、きっちり調べるというこの肩の3番で3つともちゃんと調べてくださいねって僕言ってありますよね、はい、それをちゃんとしてないんじゃないかなと思いますね、だからあなただけじゃないんじゃないかなと思います、うん、できない状態なんだと思います、そうですね、ちゃんとするということが、そうですね、これちゃんとしないと大変です、うんうん、これまあ一応模範解答はさ藤岡こう藤岡さんなんです、はい、だから全員外れです、はい、わかりますよね、そうです、はい、ね、うん、じゃあ先生の言ったそのカタカタって本当に当たるん、うんうんうん、ね、じゃあまあここずっと肩を使って、まあ、ここを調べて10の7でね、ここはわかってる、うん、それは分かってる、うん、そしてここで調べて一番人気除外しましたよね、はい、しましたね、秋山さんね、はい、でここ調べた時に、うん、まずこことここで、うん、ね、川田さんは2の2だから、うん、もう満足してる、うんうん、酒井さんが2の0だから、うん、いやこれも勝つ気満々やなと、うん、で北村さんは1の0、うん、で亀田さんは1の0やから、うん、僕一応10人調べてるんでね、はいはい、そうするともう自動的に酒井さんですよね、うん、うん、まあ、僕は数字のチェックが間違ってたらごめんなさいなんですけど、でこっちで行くと藤岡さんなんですよ、だけどなんです、やっぱり
川田さんも微妙ですよね、うん、12回も飼ってるんだから、はい、ここで簡単に除外はできない、うん、初心者はもうしないですからそもそも、はい、で僕は初心者じゃないんで、はい、ここからどう考えたかっていうと、はい、一応川田さんも三角にしたんです、はい、そうすると北村さんも三角だよなと、はい、でまあ福山さんは知らなかったでしょうけど北村さんってずっと怪我してたんです。そうです、それ後で知ったんです、うん、私ね、はい、まあそれ出してから知ったんで、まあそれ別として、はい、まあ僕は知ってたんで、うん、いや北村さんを三角にするんだったら、うん、その次の和田さんの3の0っていうのを三角にしなきゃ、うん、はい、川田さんも三角にした通りに合わないよなと思って、はい、うん、ここからはね、うん、まず総合的には藤岡さんがまずあなたたちと同じ答えで藤岡さんなんです。あなたたちは答え間違っただけなんで、はい、藤岡さん、うん、でもこれもう少しハンデ戦だから深く考えなきゃいけないなということで、うん、こっから出てきたのが、うん、ちょっとだけ待ってくださいね、はい、うん、これは初心者の今年はあなたには関係ないですけど、はい、あなたこの、まあ、僕が教えた方っていうのは、うん、まあ、言うたらどれぐらいのことができるのかっていうことですよね、うん、そしたらここから見ても分かる通り、はい、多分あなたでも、うん、藤岡さんは一応候補に入れるけど、うん、この三角のところの、うん、ね、さ、あ、まあ、ここから酒井さん出てきてるから酒井さんと、うん、うん、まあ、北村さん怪我してるから、はい、で亀田さんは重症はもともと G3 になる前のところだったんで亀田さんゼロだったんで、うん、一応三角に入れときましたけど、候補はあと川田さん三角にしたら和田さん三角にしますよね、うんうん、ただ怪我だから僕の場合除外して北村さんを、亀田さんは厳密には1なんだけど、まだ青いステークスが G3 になる前だから、もうこれを0とすると、あんまり人が多くなると、当たらなくなるんで、うんうん、一応、このそのまんまから、だから僕の感情は全く入ってませんよね。うん、データから、藤岡さんと酒井さんと川田さんと和田さんに絞ったっていうことはわかりますよね、はいはい。昨日の結果です。はい、和田さんと酒井さんと川田さんと、うん、みゆきさんと藤岡さん、これが5着までなんです。あら、藤岡さんと酒井さんと川田さんと和田さん、うん、はいはいはい、あら、うん、5人中4人、はい、そしてなおかつ、うん、この肩の1番に戻ります、はい、1番人気から4番人気が10の3だったよな、うん、じゃあ、うん、ね、10番人気から7番人気が1着になってるのって10レース中何レースあったのかって僕考えたんです、うん、5レースあったんですよ、うんうん、あ、ということは1番人気から4番人気じゃなくって、はい、このレースは、うん、10番人気から7番人気で選んだらよかったんじゃないって、うん、5もあるんだから、あ、そうやな、でもそしたらね、昨日の夜中、うんうん、誰だっけって、うん、な、うん、10番人気から7番人気の人って、うん、10番から7番、亀田さん、和田さん、北村さん、高倉さんなんですよ、うん、あれ、僕が出した人って藤岡さん、酒井さん、川田さん、和田さんですよね、はい、で、重なってんのって和田さんだけですよね、あー、本当やね、あら、昨日の一着誰でした、和田さん、あら、はい、大当たり、あー、そうか、あー、そうか、ね、そこは中級者になってからするんですけど、別に闇雲に増やしたわけじゃないですよね、うん、皆さんが勘違いした川田さんまで三角にするという幅を広げただけですよね、うん、まあ12勝で2勝してても、うん、今年、うん、いや川田さんだったら、いや勝ちたいと思ってるかもしれないよなっていうところまで深く考えた、それは彼女たちがそれで間違えたわけです、はい、わかりますよね、うん、初心者の時はそこまでやっちゃいけないよっていうことなんですよね、うん、はい、うん、いや 10年間で12だったら、あの1点いくらだから、うん、いや今年もう2も勝ってるんだから、うん、いやもう普通
そんなに勝ちたいと思ってないやろうっていうのが初心者の考え方ですよね、うん、中級者だったらいやとは言ってもって考えるんですね、うん、とは言ってもハンデ戦やし、うん、もう少し深く考えよう、うん、で川田さんを三角にするんだったら、うん、あ北村さん5勝してる、うん、あでも北村さん怪我やな、うん、次はあ和田さんがいる、うん、あ和田さんやなって、うん、ってことは藤岡さん酒井さん川田さん和田さんやなって、うんちょっと待てよと、うん、これハンデ戦やな、うん、なんでそもそも 10年間で1番人気から4番人気が10レース中3レースしかなかったんやろ、うん、もしかしてもう一回このデータを見ると、うん、10年間で10番人気から7番人気が1着っていう方向から統計を見てみたら、うん、あらもう一発で10の5ね、だからこれだけで決めちゃダメだけど、うん、こっから4人出した人とこれの重なったところが和田さんだけだった、だから和田さん一着、うん、というふうにもできますよっていうことなんですね、うんうん、はい、うん、わかりますよね。そうですね。あそっか、うん、どうですか今まあ、あなただけじゃないと思うんですね、うん、あなたの場合は当然なんていうかなこうわからない度が大きいんで、うん、僕に細かく聞いてるから、はい、僕からいろんなことを追求されてるから、うん、分かってるだけでもしかしたら、うん、昨日の予想から見て、はい、肩、うん、ちゃんと使えてる人は、はいいないんじゃないかなって思ってますよね。なんでかっていうと、うん、この G3 のその1月から6月までの分を調べたりするというのが相当手間なんで、相当きっちりやらないといけないんで、多分被害を受け続けてきた人ってそこに関してはしないだろうなと思ったんです、うん、っていうのはこういう少しハードルの高いところを自分を不幸にするための家族を、ね、親を夫を、うん、無理やり信じるための道具に使うだろうなって僕は予想してたんですね、うん、だから僕は多分肩は今回一番難しかったんで、はい、今までので、そうですね、多分全員が肩を使わないだろうなと思ってたんです、はい、うん、被害者だから、うん、そしたら残念ながら案の定、はい、全員が肩使ってなかった。でもあなたがやっぱり一番ひどかった、はい、他の人はまださすがに一番目の肩は使ってましたよね、うん、一番人気から七番人気までで決めるということはしてたけど、うん、あなたはやっぱりさすがにここまでややこしくなってくると、うんうん、もう一番目の肩から使わないということで自分の身を守っていくんだなっていうことを昨日は感じました。あなたが出してくれてね、あ頑張ったんだなと本当に思いました。だけどあなたのお家を想像するとね、お家でのあなたを想像すると本当にかわいそうだなって、うん、僕も正直迷いました。もうあなたには、うん、ね、競馬のことは教えないって言ったけど、うん、これ僕があなたに競馬のことを教えなかったらあなたの人生どうなるんだろうと思ったんです、うんうん、だからね、感情としてはすごく嫌だったんですけど、ちょっとプロに徹してどうすればってなった時にね、料金を上げようと思いました。そして条件をつけようと思いました。あなたが一着をね、当たる日が来るだろうからちゃんと肩を使って、うん、少々の間違いはいいですよ、うん、だけどせめて肩の 1,2,3 って教えてるわけじゃないですか、はい、3が複雑なんです、うん、3で間違ったところはまあいいじゃないですか、修正していけば。でもさすがに1から間違うのはやめましょう、うん、もう肩の1で間違ってしまうと、うん、もうだからもうあとボロボロですよね、うんうん、だから私と他の人は違うということです。これは挽回しましょう、うん、他の人は 1,2 まではできてます、うん、3は難しいです。だから他の人も改良したら大丈夫だと思います、うん、あなたも大丈夫なんだけど、あなたの場合は肩の位置から使ってないです、うん、そういう自分をまず認めてください。
私は肩の位置から分かってなかった、うん、もしくは分かってても、うん、自分の身を守るために使ってなかった、うんうん、どっちでもいい、うん、使うことによって私の人生をね、うん、切り開いていくんやっていうことです、分かりました、うん、だからで難しいでしょうけど、とにかく肩の1番2番、うん、そして3番の時はちゃんと書いて、はい、そしてどれどれって見せてって、あ、ここと僕が違う、あ、僕の方が間違ってたね、ごめんねっていう会話が対等にできるようにしてください。書きました？書いてません。見ただけですか？はい。え、何やってるんですかっていう、あの、わけのわからん、その大人と子供のような、勉強をするのはお互い大人なんだからやめましょう。最低限1と2はやりましょうね。そして3を一緒に改良していきましょうね。今日のハンデ戦は本当は考える必要なかったんだけど、うん、練習だったら、じゃあこのハンデ戦ではこの肩使えないんですか、使いましたよ、うん、ね、うん、どうですかって証拠見せてますよね、はい、うん、はい、分かりますよね、うん、うん、もちろんこういうのってレースが終わった後なんで、うん、僕自身も当然後付けっていうのはあると思います、うん、分かりますよね、はい、うん、ですけどこれはあの、なんていうかな、世間に自分の正しさを証明するためには一切やってません、うん、あなたに、うん、ね、この通りやると、うん、経済的自立だけじゃなくて、あなたがする自傷行為そのもの、うん、そういうものもやめるトレーニングにもなりますよ、だから一緒にしんどいでしょうけど頑張っていきましょうねって、あなたが子供の時から身につけた、新婚当初から身につけた、ね、自分の身を守ることは正解だったんですよ、でも僕とせっかくあったんだから、その方法を使っている限り、あなたは、あなたの娘さんたちは絶対に幸せになれないから、ね、競馬で一緒にトレーニングしていきましょうっていうことです。はい。わかりますね。はい。うん。今回は、あの、初心者の域を超えて、少しオーバーしましたけど、うん、今回に関しては、あの、30分で1万円ということで、これで、そのままで、OK です。あの、約束しましたんで、始まる前に、はい。これに関しては延長しませんと。はい、延長したのは僕の自己責任ということになりますので、そこに関しては、競馬に関しては料金を上乗せすることはしません。はい。はい、ただ逆に今後、うん、あなたが30分1万円で競馬だけ、他のは一緒ですよ。うん、受けて、ね、あなたがわけのわからないことを永遠と続けて、うん、はい、ここで終わりですって強制的に終わることはあります。あなたが望めば、そこから先の延長には当然ながら、あなたのためにも、僕のためにも、有料が加算されるということです。わかりますよね。はい。はい、以上です。ありがとうございました。